皆さんこんにちは。年間を通してさまざまな宝くじが発売されていますが、なかなか簡単には当たらないものです。その一方で、毎月のように数千万円、数億円といった高額当選者が増え続けているのも紛れもない事実です。そこで今回は、各種宝くじで高額当選した人たちの思わず鳥肌が立つような前兆エピソード7000をご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。宝くじ当選の前兆、超鳥肌実話7000。エピソード1、1等2億円への招待状。メガネを買いに行くというごく普通の消費行動が大当たりへと発展したのは、埼玉県の自営業 NY さん、61歳のエピソードです。ある日、メガネを買った百貨店からバーゲンの招待状が届きました。ご来店の方に漏れなく記念品贈呈とあるので出向き、記念品をもらって帰る際、百貨店の前にある宝くじ売り場が目に留まったといいます。自分でもなぜだかわからないほどその店に引き寄せられ、連番とバラで10枚ずつ年末ジャンボ宝くじを買ったところ、なんと1等2億円にズバリ当選しました。ご本人曰く、バーゲンの招待状がまるで1等当選への招待状だったかのようですと語っています。開運とは行動力という説がありますが、このエピソードについても、百貨店へ出向くという行動が宝くじ高額当選を導くきっかけになったのかもしれません。エピソード2、ダッシュボードに眠っていた2億円。福岡県の会社員 NH さん、41歳は10年以上のジャンボ宝くじファンです。その当選エピソードは、仕事中に昼食にしようと思ったものの財布を忘れたことに気づいたシーンから始まります。会社の営業者で得意先を回る仕事なので、社内のどこかに小銭がないかと探してみると、数ヶ月前に買ったグリーンジャンボ宝くじ30枚がダッシュボードの奥から出てきました。もし当たっていたら昼飯代くらいにはなるかもと思い、急いで売り場へ行くと、なんと1等前後賞合わせて2億円が当たっていたといいます。その後は昼飯どころではなかったですとご本人。人間には不本意ながら忘れる機能が搭載されており、その結果誤作動がつきまといます。意外なところに意外なものが忘れられているかもしれません。そして宝くじの当選番号確認は自分で行うよりも、この方のように宝くじ売り場や銀行で正確に確認することも非常に重要です。エピソード3、捨てずに済んだ2億円。神奈川県の主婦 YT さん、64歳は宝くじを買い始めて3年ほどになります。いつもは20枚前後で購入していましたが、ご主人から今回の年末ジャンボ宝くじは奮発してみたらと勧められて200枚ほどを購入。そして大晦日の夜、抽選会のテレビ中継で当選を調べたところ、残念ながら高額当選はなく、外れた券はいつものように破って捨てようと思っていたそうです。ところが元旦の夜、ご主人が寝言で特賞特賞と叫んだ言葉を聞き、もしやと思いもう一度新聞で調べ直すと、なんと1等2億円に当選していたのです。まさに間一髪のところで2億円を捨てずに済んだのです。年間数十億円に上ると言われている宝くじ未換金のうち、何割かは数字確認のミスだと言われているそうです。このことからも、宝くじの抽選日と合わせて当選数字を慎重に何度も確認することが大変重要です。エピソード4、奥へ発展したスクラッチくじ。千葉県の会社員 T さん、38歳は週に一度は何らかの宝くじを買うという宝くじ不安です。
割と験を担ぐタイプで、なんとなく調子が良い日やラッキーなことがあった時にすぐに宝くじを購入しているといいます。ある日たまたまポケットにあった小銭でスクラッチくじを買ったところ、なんと5万円が当選。その時受け取った当選金で買えるだけのドリームジャンボ宝くじを買ったそうです。月を果敢に生かそうとする買い方が功を奏して、その結果は驚きの2等1億円の大当たり。5万円の当選を大きく発展させました。願掛けや験を担ぐなどの開運行動が大きな幸運を引き寄せるのかもしれません。エピソード5、神棚の掃除と吉兆夢で3億円。ジャンボ宝くじとロト6が大好きという千葉県在住の王平さん、30歳のエピソードです。毎年恒例の年末ジャンボ宝くじをいつものように連番で10枚だけ購入しました。年も押し迫ったある日、旅行に行くという両親から頼まれ、生まれて初めて神棚の掃除をしたそうです。その際、神棚には縁起物も置いてあるし、何かいいことが起こる予感がしたと言います。さらにその後、ロト6に当たった夢を見て期待が大きく高まっていた時、ロト6ではなく年末ジャンボ宝くじでなんと1等前後賞を合わせて3億円に大当たりしたと言います。本人にとって幸運この上ない年の瀬となりました。宝くじ高額当選者白書によると、前兆として宝くじの当選の夢を見たという人が最も多く、神社仏閣へ神頼みするという人も常に上位にランクインしています。つまりこの2つの条件が揃えば高額当選に近づくことができるかもしれません。エピソード6、桁違いの驚きと喜び、ロト6当選。神奈川県在住の KM さん、38歳の当選エピソードは銀行が舞台です。ある日 ATM でお金を引き出すと、残高があまりに多くてびっくり仰天したそうです。その時は通帳記入ができず、残高の意味を確認することができないまま帰宅したそうです。奥さんに話すと、そんなわけがないと全く取り合ってもらえませんでした。翌日、夫婦揃って記帳をしに銀行へ行くと、ATM で購入していたロト6で、なんと2等1270万円に当選していたのです。なるほど、それなら納得と、夫婦で手を取り合って喜んだそうです。銀行の ATM で各種宝くじを購入できることはあまり知られていませんが、他人とは違う購入方法が高額当選を引き寄せたとも考えられます。現在ではインターネットなどさまざまな購入手段がありますので、今後の選択肢として取り入れてみるのも一向です。エピソード7、何事もチャレンジが大切、ミニロト当選。石川県の水産業 NY さんは45歳にして宝くじを初めて購入しました。それまでは宝くじに当たるなんて夢のまた夢という気がして、買おうとは思いませんでした。しかしテレビや雑誌で当選のエピソードをたまたま続けざまに見聞きし、自分も当たるのではないかと思ったのだとか。まずは自分で数字が選べるミニロトに挑戦しようと、2通りの数字を一口ずつ買ってみたところ、なんと1等にズバリ的中で約1000万円を獲得しました。本人曰く、何事もチャレンジですねとの感想は極めて説得力があります。何よりも初挑戦にして、しかもわずか2口400円の購入で1000万円当選とは、なんとも羨ましい限りです。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したさまざまな宝くじの当選エピソードを目にして、こんなのはただの偶然、あるいはこじつけや後付けに過ぎないと否定的に捉える人がいるのは当然だと存じます。しかしながら、
宝くじは買わないと当たらないという格言通り、たった1枚でも宝くじを買うという行動がなければ何も起こらず何も変わらないと某チャンネルは考えます。エピソード7でご紹介した宝くじ当選者の発言の中で、宝くじの当選エピソードを続けざまに見たことで自分も当たるのではないかと思ったというくだりがありますが、これはまさに今当動画をご覧いただいているあなたにも当てはまっているのかもしれません。貴重なお時間を割いて当動画をご覧いただきました皆様の大きな幸運をスタッフ一同心よりお祈り申し上げます。ご視聴ありがとうございました。これからも開運に特化した有益な情報を発信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。